リニューアル記念イベントアップトゥーザスカイ、ユニットごとのストーリーになっていて、今回は九条家編です。それではご覧ください。どうぞ。子供らしく無邪気に明るい太陽の下を駆け回った記憶というのがほとんどない。自分の記憶の中にある空は四角い窓に切り取られたものばかりだ。よく言えば額縁に入った景色っていう感じだけどね。そして今も小さな窓から空を見上げている。これきっと九条相馬さん目線かな。九条さん、外に面白いもんでも見えますか？窓際に立つ私に霧島が声をかけてきた。霧島さんはボディーガード。うん。今日は空が綺麗だ。それは良かったです。良かったか？今日はある老舗企業の創業100周年記念パーティーに招かれていた。知人と一通り世間話に花を咲かせた後は、ただ静かに時が過ぎ去るのを待つしかない。九条さん、お久しぶりです。またお会いできて嬉しいです。完璧な笑顔を顔に貼り付けて近づいてきた男は、やけに親しげだった。いや、こちらこそ挨拶が遅れてしまったようだ。まあ一通り挨拶は済ませてっていう感じだったから、九条さん的には優先順位の低い方なんだろうね。この方は相変わらずご活躍なさっているようで、お噂お聞きしていますよ、いろいろと。男はやけに周囲を気にしており、その様子で何の話がしたいのかすぐに分かってしまった。だいぶ悪意感じるけどね。我が家にまつわる黒い噂か？一体何を聞いたやら。まあこの九条さんの先代お父様までの代っていうのは悪事を働いていて、その浄化をしていくよっていうのがこの九条相馬さんなんだけどね。お恥ずかしい話ですが、私の会社は今ややこしいことになっていまして、身内のごたごたなんですがね、みんな自分のことしか考えていなくって困ります。それ自己紹介かな？ご自身のことでは？うん。七奥義の副社長か。代々親族経営を続けてきたようだが、今の代はうまくいっていないともっぱらの噂だ。まあ親族経営という点では九条家と似たようなところはあるけれども、今の代がうまくいってないっていうのは真逆ですね。それはご心痛でしょう。抱える問題は会社ごとに様々だ。だから彼の問題は私の問題ではない。そう言外に匂わせるが、まあ、その勘が良かったらこうはなってないでしょう。はは、そうですよね。その様々を解決するための職業も世の中にはあるわけですし。弁護士さんとか探偵さんとかそのあたりかな。九条さんは顔の広い方だとお聞きしました。なんかこれは弱み握って協力しろよとか言ってきそうな感じ。こういった問題を穏便に解決してくれる方々もご存知でしょう。申し訳ないが、あいにくそういった知人には心当たりがない。まあ、黒いつながりをむしろ期待してっていうところか、むしろそこを断ち切ろうとしてるからね。そちらの勘違いではないだろうか。嫌だな、とぼけないでくださいよ。私はこう見えても口は固い方ですから。こう見えてるとは思ってるんだね。顔を近づけ声を潜めて男がささやく。鈍い彼も霧島の鋭い眼光にようやく気づいたようだった。やっぱ鈍い男だったよね。そちらにとってもそんなに悪い話でもないと思うんですよね。あ、もちろんちゃんとお礼も考えていますし。ですからどうか。お礼を払えるようななんか資金があるんだったら、そもそもこの悩みはないはずだからね。男は少しひるんだ様子を見せたが、それでも引き下がろうとはしない。私の行きつけの料亭があるんです。この後そこで二人きりで話しましょう。せっかくだが自宅で家族が待っている。それにあまり物騒なことは考えない方がいい。いつか自分の身に帰ってくるぞ。それだけ伝えて
男に背を向ける。でもここで助言を与えるっていうのはやっぱり九条相馬さんの優しさだよね。彼がどんな表情をしていたのかはわからないし、特に知りたくもなかった。まあ確かにここで知ってしまうと変に感情移入しちゃうしね。はあ、これはまずいな。家に帰ると急に疲れが押し寄せてきた。立食パーティーって疲れるよね。長年の経験でこういう時に無理をすると余計に長引くと分かっている。もともと病弱だからね。九条さん大丈夫ですか？もう少し疲れたようだ。自分の部屋で休む。今日は新藤も要も来ているから話をしたかったが仕方ない。料亭を断って帰ってきたのに。ではクソガキさんが届けてくれた書類ここに置いておきますね。あ、このクソガキさんというのは俺が名付けたヒロインの名前ね。クソガキユイと名付けてプレイをしております。ああ、明日確認する。あの食事はどうします？すまない。パーティーで食べたから大丈夫だ。すまないな。いえ気にしないでください。でもこういう立食パーティーの時ってそんなにお腹いっぱい食べられないし、その割に会費高かったりするけどね。もしお腹が空いたら何か用意しますので行ってくださいね。ありがとう。ああ、自分の部屋の窓から見る空は黒々としていて物寂しい。再び窓枠から見る外の景色。暖かい家の中にいると夜の暗さを余計に感じてしまうのだった。あとは九条家のお屋敷お広いからね、余計に寂しさ感じやすいかもしれない。荒野くんが怒ってる。でもその寂しさを補うようにいるのが九条家のメンバーたちだよね。彼が怒るのは大体誰かのためで、今夜もそうだった。くそ、今日のやつすげえ失礼だったんだよな。九条さんはさっと背中向けて行っちまったから見てないだろうけど、なんか嫌な目で睨んでいたしよ。まあ、九条さんは良かれと思ってというかね、まあ、彼のためには冷たく接してあげた方がいいんじゃないかなっていう場面だったんだけど、まあ、そこを感づけるようであったらこんな人物ではないっていうことなんだろうね。ふーん、その人の名前覚えてる？まあ、変に逆恨みされたら嫌だしね。あー、確か七なんとか。そこは覚えてないんだ。必殺技が七個あるような名前だった。そこまで覚えていたらもうわざと忘れてるでしょ。七奥義ね。はあ、何それ。でどっかの会社のやつだと思うけど、なんか身内で揉めてるみたいだぜ。そう、七で始まる名字で親族経営の会社か。それだけわかれば十分だよ。さすが天才高校生、そしてクラッカーハッカーとしても活躍している。ノートパソコンを開き情報を整理して打ち込んでいく。今日のパーティーに参加していそうな層から該当する人物を探し出す。荒野くん、この人じゃない？特定早っ。ネットのビジネス新聞の記事に七奥義武文という男のインタビューが写真付きで掲載されていた。武文くんって言うんだね。それを見せると荒野くんがあっと口を開く。そうそう、こいつだよ。よくこんな短時間で見つけたな。優秀だね。ああ、七奥義の長男は今体調不良で入院中みたいだから次男しかいないと思った。いろいろ根拠があると。でこの、まあ、ご長男が体調不良だから経営も不安定なのかもね。指揮を取る人がいなくなっちゃったんだけどよ。そんなもん調べてどうすんだ。まあ九条さんが逆恨みされる可能性もあるから念のため弱みでも握っておこうかなって。あ、こっちが弱みを握る側に。おお、そういうことか。まあ予防としてっていうことね。まこんなやつ強そうなのは名前だけで実際戦ったら大したことねえと思うけど、向こうが7つの奥義を持つってんなら俺は8つの奥義で迎え撃つぜ。いや、この名前そういう意味じゃないけど、まあ確かに聞いただけだからね、七奥義って。だから漢字が七つの奥義だと思ってるわけか。俺にはこれくらいしかできないから。いや十分活躍してるって。そう、
高校生の俺が手を出せる範囲なんて限られている。いや十分すぎるくらい。でもその狭い範囲で俺は俺のできる方法でこの人たちを守りたい。いやその心意気が素晴らしいよね。みんなそれぞれ、むしろそんな周りのためにって思えている人が少ないと思うしね。香り高いブランデーと九条が北海道から取り寄せたという珍味。夕食の後にそれらが恋しくなってキッチンへ向かうと、宮瀬がまだ何か作っていた。新藤さん、何かご入り用ですか？いや、ブランデーを取りに来ただけだ。そんな気がしていました。それは九条の分か？はい。ですがパーティーで食べたって言ってましたけど。まあどうせろくに食べていないだろう。まあなかなか社交場だしね、食事がメインの場じゃないっていうのもあるよね。周りの目もあるし。そうだな。ああいう場では家のように気楽には食べづらいからな。はい。うん。でも竹文くんでお腹いっぱいだったかもしれないけどね。無理に食べる必要はありませんが、胃を空っぽにしておくのも良くないかなって。この辺は主治医の進藤先生も気になるところじゃないの？夕食から消化のいいものを取り分けてプラスで簡単なものを作ってるんです。ならしっかり水分も取らせろ。あと寝る前に少しなんて言って読書に没頭するかもしれないから要注意だ。え、さすが主治医ですね。ふん。これぐらい誰でも言える。あいつを知っている人間なら。うん、医学の知識だけではなくっていうところね。どんな人だって大勢が集まるパーティーって疲れると思うんですよね。まああとは立ちっぱなしっていうのもあると思うんだよね。僕も一緒に行くことはありますが、あの空気はどうも苦手です。まあたまにで十分かなって思うよね。だが九条は慣れている。まあそれが仕事っていうところもあるしね。慣れることと平気なことはまた別物だと知った上でそう口にすると、宮瀬は静かに瞳を細めた。翌朝目覚めると体の重みが消えていた。あ、よかった。昨日の夜薬味入りの食事と生姜茶を飲んだのが効いたのかもしれない。健康はまず質の良い食事と睡眠から。これは本当にそう。俺自身も健康食品のお店運営しているんだけれども、まあ実際ね、その食事をとって命っていうのは紡がれていくわけで、毎日の必要なビタミンとか取りすぎていいもの悪いものっていうのはそれぞれ決まっているわけでね、その意識の改善っていうだけで健康は保たれるし、睡眠は人間の元々の機能として備わっている回復能力なわけだから、生かさない手はないよね。そうだな。誰かが言っていたような気がするが、その通りだな。その誰かって俺かな？どうでしょう。ゴーに感謝しなくては。枕元の携帯を見ると、要からメールが届いていて、七奥義が見れば青くなりそうな資料が添付されていた。竹文くん真っ青。ふむ。いつの間にこんなに。怨恨は残さないに限る。これを使うような事態は回避するのが望ましい。だがありがたい。お守りになるよね。立ち上がり窓の外を見れば、桐島と進藤がランニングから戻ってきたところだった。青い空の下走る彼らの姿は力強く眩しい。いい天気だ。あ、でもなんかこれは心よりっていう感じかな。冒頭で出てきたいい天気だっていうところはちょっと陰りがありそうな感じだったけど。一人ごちるとパーティー会場での桐島の言葉が朝の光の中で軽やかに蘇る。まあその時との違いっていうのは、まあ九条家のメンバーっていうのが窓枠の外にいてっていう、そのなんか温かみっていうところなのかな。で、桐島さんがいい天気良かったですねって言ったところ、桐島さんから見える景色としては九条さんも映ってるわけだからね。その違いなのかもしれない。それは良かったです。良かった。その目に映る世界が美しくて、うん、これは九条家メンバーその絆も映ってるからだよね。窓を開けると心地よい風が頬を撫でる。おそらくこれからも体は思い通りにならないだろう。
まあ、こればかりは持病だからね。薬が効きすぎてしまう持病。だが私にはいつも光あふれる場所が用意されている。というわけでリニューアル記念イベントアップトゥーザスカイ九条家編をお届けいたしましたが、いかがでしたか？いや、闇家業と言われた先代の過去の清算をしていくのが今の九条家なわけだけれども、闇どころかそれぞれが輝き合える場所なんだなっていう感じがするよね。最終的にはこの窓枠が家族写真の額縁のように思えるストーリーでした。次回は情報やレベル編です。次はどんな空を見上げるストーリーになるのでしょうか。お楽しみに。その他も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけたら嬉しいです。いつもご覧くださっている方もご視聴ありがとうございました。また次回もお待ちしております。